例年、記者会見場にて、語呂合わせが発表されていた大蔵省庁舎、大蔵省による一般会計予算の語呂合わせでは、日本の大蔵省により作成された一般会計予算の語呂合わせに関して記述する。一時期の日本では、新年度の一般会計予算の大蔵省原案が発表される際、大蔵省職員らの手により、予算額に対応した語呂合わせを制作していた。 語呂合わせの発表は、大倉省主計局の幹部あるいは、大倉大臣によって、マスコミを通じて行われた。この語呂合わせは1996年度の予算まで行われ、毎年の恒例行事となっていた。語呂合わせが発表されると、新聞や雑誌などにおいても、予算を皮肉ったオリジナルの語呂合わせが掲載された。その際、大倉省の語呂合わせは、自画自賛などと批判された。 各年度の語呂合わせの内容は、下表の通りである。なお、原則として、語呂合わせ発表日は、予算の大倉原案発表日と同一であるが、政府案発表日に、語呂合わせを発表した年もある。1996年12月20日、1997年度予算の大倉原案が公表された際、いつものように記者団から語呂合わせに関して、 質問を受けた大蔵省の主計局長は、険しい表情で、今年はやりませんと答えた。翌年以降も復活することはなく、こうして大蔵省による語呂合わせの発表は終わりを迎えた。発表がなくなった理由は公表されていないが、橋本内閣による財政構造改革の取り組みへの姿勢を示すためとも、大蔵省の不祥事を考慮して自粛したとも、 マスコミに毎年日に食られるのを嫌ったためとも推測されている。大倉省案の廃止に伴い、新聞社製の頃合わせも徐々に姿を消していった。そして、大倉省自体も2001年の中央省庁再編により廃止され、財務省となった。ありがとうございます。